赤番のホームです。4番手から動いた4番須永翔太、前受けの5番小林弘義を抑え込んでいきました。誘導の直後まで来て外して2コーナー4番須永翔太先頭です。6番の星名もこの動きに乗っていきまして、今度は晴山の内からすくって先手の3番手2番手まで並びかけてきました。主導権4番須永翔太、3番木村元信の後位へ6番の星名啓太が並びかけて、今度は3番木村をさばこうという動き。6番の星名マーク線に持ち込んで、1番の晴山が並走の後ろで、3番の木村はサイド追い上げて6番星名啓太とのマーク争い。足を溜めて5番小林弘義は隊列の後方です。先頭は4番須永翔太、マイペースですが後ろが敵になるかどうか。6番の星名懸命に応戦する3番木村元信、この位置は守るが、4番手まくりで5番小林弘義のまくり、2番手まで来まして最終バックはすでに通過。千葉両者が2番手3番手で直線に入りました。逃げる4番須永翔太、これをめがけて5番の小林弘義が抜け出して2番の青山幸男2番手で降臨。3着4番の須永翔太です。